ます。おまめやでカルベです。リュウチです。シーナです。リンちゃんです。私たちお掃除ユニット東京クリアンです。よろしくお願いします。はい、もう、はい、こちらの番組はもう知ってるよって感じだと思うんですけれども、はい、説明します、はい、私たちは毎週火曜日に、ギリギリ東京クリアーズという番組を YouTube で毎週配信してまして、うん、そこの毎週配信してるところから出てきちゃったみたいな生配信しちゃおうみたいな番組になっております。はい、ね、おしゃべり好きなので1時間まるまるおしゃべりしましょう。あ、はい、コメントでカルベお帰りなさいって来たんで、はい、お帰りコメントいっぱいやってね。久々に5人揃ったからね、うん、何やってたんですか。あの舞台に出演してましてね、うんうん、あのクジラのクーちゃんやってて人間に戻った。そう、ちょっと人間に戻りたてほやほや、うん、おかえり。どうだった。え、めっちゃ楽しかった。よかったね。楽しそうだったね。よかったね。なんか若い女の子がさいっぱいおったからさ、うんうん、なんかすごいね、女子校みたいな感じで楽しそうやった。そう、しかも遠くでいると、うん、最年長だけど意外に下ばっかりで戸惑った。わかる、その気持ちやばいよね。やばい、その気持ちやばいよね。ずっと子供の頃からやってたから、若い時からやってると、ね、うん、上しかいないもんね。そうそう、不思議な気持ちになるんだよ、ね、でもね、19歳の女の子に、あ、19歳だと思ってましたとか言われた。絶対気遣われてんじゃん。気遣われてんの。めっちゃ喜んでた。その子めっちゃできる子だね。できる子だ ね, 子だね。あ、本当に、うん、でもわけないじゃん、だって自分が19なんだから。いや、だから同い年ぐらいに見えたってことでしょ。え、でも27ぐらいの子には22ぐらいだと思うって言ってた。だからできる子だから、できる子だから、ちょうど2個差なんだって。それ、うん、でもなんかね、あの海の仲間たちの、うん、がいっぱいいて、海の生き物が、うん、すごい遠くりでやっても面白そうだなっていう感じだった。いろんなキャラクターがいて。あ、いいや、誰が何当てはめて。え、誰が何、フグって出てきて、フグ出てきて、え、そのランボお話に出てくる、うん、カルベの、あの別にお話じゃなくてもいいよ。え、お話じゃなくてもいいの。え、私が何かに例えるってこと。そうそうそう、なんでどうせやったらこの話物語にね出てくるんですよ。だからその内容中身もこういうっぽいからこれみたいな。ヤドカリ。なんでだ。家探しまくってる。ヤドカリの子供ちっちゃいのよ。あー、なるほど、うん、お母さんって感じで、うんうん、ずっと。なるほどね。豚でしょ。海にいないよ。海ですよ。いや、わかんない、うん、でもそんな感じ。わかんない。適当。お豆のヤドカリだけしか出てきてないよ。めっちゃ気になる自分の。どう、ね、考えてよ。え、ちょっと待って、カメじゃないの。あ、でもカメ結構重要な役で。そうでしょ、竜宮城に連れていく役なんだって。え、うちが乗りたいんだけど。なんでうちが乗せんのよ。じゃあ浦島太郎ちゃんだよ。じゃあ太郎、太郎ちゃん、一回も出てこないけど、うん、お話に。出てこないじゃん。じゃあ名前はバンバン出てくるけど出てこない。あ、いないんだ。あ、そう、いない。あ、そういう地上だからさ、深海での話だから。なるほど。なんだろう、でも色的に、色体の色的にアンコウかな。アンコウ、アンコウちゃんはあの茶色、全身茶色だったの。それいらないかなと思って。そのまま出ればいい。全裸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 。そんな感じで。でもそんな感じで、ね、はい、ありがとう。本当お疲れ様からね。お疲れ様、ね、ただいま。というわけでね、今日はなんかリンがすごいやりたいなんか企画があったみたいな。あ、そうなの。ずっと言ってたもんね。ずっと言ってんのよ。ずっと言ってな。何ですか、何ですか。はい、わかるかな。大人でも面白い謎謎コーナー。イエーイ。これ本当にやりたいのっていうところが私の疑問なんですけど。そうですね。ちょっとまあでもあれですね、やることを結構やり尽くしてしまって、うん、なんだろうみたいな。でクイズ番組とかって今結構あるじゃないですか。そうだね、今、うん、ずっとあるよ。そうそうそう。クイズ番組人気だからやったら面白いんじゃないかなと思って。大人でも面白い。うん、いいね、いいね。で、今回はね、あの、一人一つずつ持ち寄ったから、うん、一人ずつじゃあ出題していきますか。お豆から出していこうかな。ぜひね、パソコンの前の皆さんも画面のね、ね、会場パソコン限定なの。携帯で見てる人もおるな。スマホとかね。そう、モニターでご覧の皆さんも、はい、会場に来てくれて皆さんも一緒に考えてみてください。一緒に考えてね、うん、あのコメント見てますよ。はい、携帯でも見れるのか。そうよ、携帯でも基本携帯の人が多いんじゃないの。あ、嘘。そう、あら、わかんないけど。パソコン限定だったね。パソコンで見てる。分かんなかったらもうみんなにも聞いていい、うん、他の4人と一緒にみんなも答えていきましょう、うんうん、考えていきましょう。え、なぞなぞってさ、これ普通に IQ とかなの、この賢さって。 IQ じゃないの。どうなんですかね。謎謎だとトンチとかもいい。頭も一級さん系だよね、うん、だって勉強とかではないでしょ。だって、うん、知識じゃなくてもいいかも。そうよね。だって私勉強できないけど、うちらに
得意なゲームってこと。そう、なぞなぞは得意な気がする。うちらのためにやってくれたのかな。なぞなぞ絶対無理なんだよね。うそ、いけそう。もうなんかそういう揚げ足取ってくるじゃん。揚げ足、揚げ足じゃないでしょ別に。発想とか、発想とか、うん、うわそれ無理やりじゃんみたいな、アイディアみたいな、得意でしょ。教習のさ、うん、車の免許とかもさ、ね、引っ掛けだもんね。なんかあれは引っ掛け、あれすごいね。ちょっと違うけど、うん、こんな風に聞こえるの、リュウちゃん。その教習のさ、テストね、うん、ですね。赤信号渡りますかみたいな、わかる。どういうこと、渡ろうかなみたいな、わかる。だから丸でも×でもなのに、そう、いいことみたいな、だからやってもいい感じで言ってくる。そうそう、あそう、ね、質問がずるいわけ。聞き方ずるい、ね、絶対ダメじゃん。絶対渡っちゃダメなのに、うん、渡りますかって聞いてくるのおかしいじゃん。そうみたいな、渡っちゃダメなのに。だってまあそれが試験ですもんね。それが意地悪だよ。意地悪だよ。でも意地悪、うちそれで高加速点7回落ちてんだから。それはマジでやばい。落ちすぎじゃん。毎回2000円払ってる。若すぎじゃない。1万4000円どうしてくれんだよ。19歳だったよその時は。別にそれ意地悪に聞こえないんだけど私。いやもっと意地悪なんだ。確かに。じゃあもっとね、なんか上手いことないかな。なんかちょっと例えば、うん、ボールが飛び出してきたよみたいな。下手すぎるやろ。問題が下手すぎるやろ。例えば難しいけど、そういう感じで出せばいい。なんかでもね、分かるよね。免許持ってる人って多分みんな分かる。そういうさ、意地悪なさ質問だよね。そう、車って書いてあったら自転車も含んだりするの。あー、そういう引っ掛け的なのってことですか。引っ掛け、引っ掛けてくんのよ、うん、引っ掛けてくる。でそれでそってお金を取ろうとしてくんの。いや別にお金を取ろうとはしてないよ。だって赤信号は止まるに決まってる。じゃこれはあの間違ってもお金取られないから。これは取られません。じゃあやろうよ。これは無料ですので。無料ですので。無料ですので。はい、はい、じゃあこちら、アンパンマン、食パンマン、カレーパンマンが一緒に歩いています、うん、後ろから声をかけると一人だけが振り向きました。さてそれは一体誰でしょう。え、挙手制にしよっか。手挙げて。アンパンマン、食パンマン、カレーパンマンが一緒に歩いています。一人だけ振り向いたのは一体誰でしょう。え、どうしよう、分かっちゃった。分かっちゃった。はい、ごしごしして。すごい、え、なんで、すごいすごい早い。あー、正解。え、すごいんだけど。すごい、ちょっと早い早い。アンパンマン、待って、今当たった。ちょっと待って、カレーパン、音だよ、音音。ちょっと待って、今もう一回ごしごしやって、もう一回ごしごしやって。正解。いや結構、後ろから声をかけると一人だけ振り向いた。一人だけ振り向いた。なんで声をかけたかじゃない、やっぱ全然関係ないですね、それ。え、なんて声かけたとか全然関係ない。え、そうなの。あ、分かった。こっち来て。怖い。ごちょごちょって言わないで。ごちょごちょって。え、ごちょごちょ。なんで。正解。全然分かんない。全然分かんない。やっぱりね、お金のことばっかり考えてる二人は乗り越えません。頭が硬いんだ、頭が。数字ばっかり。数字しか計算してないから。ちょっと待ってよ。後ろからでしょ。前からじゃない。後ろからとかじゃないから。正直、こうやって声かけてもいい。あ、いいよ。アンパンマン、食パンマン、カレーパンマンに注目してよ。このさ、お三方。あの人たち見て。誰か一人だけ向く要素がある。この中に。逆に、なんで向かない。ちょっと待って、分かった。え、分かった。もういいなら言って、もういいなら言って。いいよ、言って。食パンマン。あ、なんで。あの、顔が前と後ろだ。違います違います。ヒント知りたい。ちょっと違う。え、ちなみに食パンマンで合ってる。正解。でも理由が間違ってる。ヒント。ショック。ちょっと待って、今のなんだっけ。食パンマンでなんで分かれへんのって感じ。食パンマンでもう分かる絶対。といえば、食パンマン、その答え耳で。あー、分かった。はい、何。耳があるから。ピンポーン。はい、ちょっとほらやっぱ意地悪い。何、前と後ろに。どういうことそれ。いや、顔が2つあるから。 ないよ2つなんて。何で2つ。あ、両面、両面食べれるじゃん。両面食べれるっていうか、いや全員食べれるよ。裏も食べれるよ全員。でもアンパンマンとか丸いからさ、うん、あの前にしか顔がないじゃん。でも後ろも食べれるよ。いや、食パンマンも後ろ顔ついてない。ないよ後ろに。後ろ顔ないから。だから呼ばれる前に気づくっていう。後ろが見えてる。それあの雑魚がいい女になってるって。何、ちょっと誰誰誰。やっぱあれじゃない、まつげエクステついてないからじゃない。あ、そうや、絶対そうじゃん。そうじゃない。いつもつけてて3年ぶりぐらい外したんだよね。え、もっとぶりだよ本当に。もっとか。もっともっと。だって21からマスカッツの時からずっとついてるから。
そんな中またカルベのべ間違えられてるよ。あこれみんな変だよ。そうカルベのべぶじゃなくて刀に神妙の変ですからね。じゃあすごいちょっとさ、ちょっとポトブさんうちわ貸してくれない。熱いね。ちょ死にそうなってきた。更年期かな。じゃあ私行きますよ。はい。早めの。ねえ言ってよ。行きますね。はい。てれん。遅っ。意外な音だよ。登山した人がうるさいよ。うるさいよ。ストップしないと。登山した人が必ずすることは。え？登山した人が必ず。あ、わかった。え、マジで？早ない。はい。え？はいはいはい。弟子が先。違うかな。違うかも。謎謎でしょ。正解。やった。はい。ちょっと大きい声で言って。大きい声で言って。違うの違うの。違うな。登山しないよ。いやもう登山のと。いや浅はかな答えやな。ギャグ。絶対しないじゃんねそんなんじゃ登山。えヒントヒント。ヒント。嘘。当たり前体操って感じ。大きい声で言って。ラジオ体操しないでしょ別に。なんでよ。どういうこと。登山した人が必ずすること、うん、登山する人は必ずしないといけないかもしれない。登山山登りでしょ。うん登山って登山何。大きい声で言って。大きい声で登山記念撮影。そういうことしないかもしれないじゃんそれは。でも頂上に行ったらみんなするでしょ。あ、分かった分かった。それは登山じゃなくてもいい。はい。もうお父さんと一緒に登る。一人でも登るから。ちょっと待って。リーはなんで分かった。なんで分かったの。え、当たり前すぎて、うん、当たり前すぎてバカにしてるよ。お前さっき最後まで分からんかったよ。分かった分かった分かった、ね、分かっちゃった。え？すごい顔してる。聞いてる。言って。ちょっと待って。もう一個持ってた。もういいよ。山を登る。そう。不正解。山惜しい。でも惜しいですね。え？惜しいよそれ。登山って山登ることだもんね。何が惜しかった？あ、分かった。うわあやばい。これはあんまやばない。全然やばい。顔隠さない。顔隠さない。正解。やった分かった。え、みんな分かった？分かる人？マジでめっちゃ分かるやん。登山で、ほんとシンプルだよ。てか、あ、正解正解。やった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 。え、やったー。じゃあこの、これも引っ掛けっぽいですね。ちょっとね、これは、で、リュウッチが答え分かっちゃったじゃん。もう最終的なアドバイスするとすると、ください。いや、これバカにしてんのっていう、この答え。え、さっきまでお父さんと登るとか言ってたの。えー、ね、自分が分かる瞬間ってぐらい当たり前すぎて、いやバカにしてんのっていう。全然分からへんけど。そう、バカにしてんのって感じ。水分を取る。違う違う、もうちょっと。だって別にそういうことじゃなくてさ。そういうことじゃないの。登るから、うん、自分登ってみて。じゃあ山に。え、ね、おまめちゃん山登ってみて。うん、あ、下山。正解。正解。なるほどね。なるほどね。必ずすることは下山でした。なるほどね。面白いね。面白い面白い。面白いね。いや、これは面白い。大人の謎。いいじゃん、いいじゃん。いい企画でした。いいじゃん。よかった。じゃあ次、リオンちゃんね。リオチ。じゃあリオチ行くよ。いいよ。変なヒント出さないでね。いいよ、この音も。はい。はい。黒い犬、白い犬、茶色い犬、黄色い犬。一番おとなしいのは誰？つねちゃん。え？つねちゃん。ちょっと黙ってもらって。ずっと無視してんの気づいた？無視してされてる。黒い犬、白い犬、茶色い犬、黄色い犬、おとなしい色。どうどう皆さん。黄色い犬。黄色い犬とか見たことないんやけど。ね、怖いよねちょっと。犬って書いてない。あ、黄色。黄色になってるよ。ちょっと犬。ただの黄色が入ってきた。あ、引っ掛けだろ。あ、引っ掛けだ。悪いな。あんだけ引っ掛け嫌やや言ってたのに。え、なんだろう。どういうこと。しかも、いいまたついてる。黄色、いい、いい、ぬーみたいな。絶対それじゃん。ねえ、これなんじゃないの。なんで。あ、黄色なんじゃないの。黄色い色って書いてんじゃん。だから普通に黄色。黄色。黒、白。え、黒、白。茶色、黄色。黄色、おとなしい。どう、分かった人いますか。
じゃあヒントね。はい、難しい。あのちょっと分解していく。え？漢字を分解する感じ？どんな感じかな。どんな感じかな。おとなしい。うん。おとなしい。分かった人いる？あ、今みんな考えてるね。茶色い、黄色い。静かってことですか？そうだね。こう一番おとなしいってことで、まあ、静かだったり。静かだったり？だったり。静かだったり。何？なんだろう、静かだよね。黒い犬、白い。黙ってたりとか。茶色い。うん。え？え？全然わからないけど。難しいんだけど。あ、分かった、誰か。分かった？マジで？今ので分かった、うちの。黙ってる。そうそうそう。うん、そうだよね。あ、あ、分かった。あ、お前の分かったかも。何何言ってた。お前分かったかも。茶色い。なんで？正解！ピモピモ。やった。なるほど。でもなんか。分かってもさ、みんな、はぁ、正解正解正解イエーイピンポンピンポン、嬉しい。分かんない、マジで分かんない。分解系だ。分解系？分かったって言ってるね、画面の。分かった人もいる？分かったって言ってる。あ、ほんとだ。え？なんだろう、茶色かな。茶色で言ってみれば、じゃあ一回。なんで、なんで、で、流暢茶色で言ってみなよ。散々さっき流暢バカにしたんだ。なんだろう、黒かな。なんで？え、点々が多いから感じに。違いますね。点々が多いからってどういうこと？分解ってなんだ？何を分解するか教えてほしい。火を抜けばいい。え、あ、え、何？火を抜く？うん。え？並べ替える。え、え、並べ替える。分解。分解して。え？黒犬。多分カルベね、カルベわからないと思う。なんで？なんでカルベわからないの？なんか知らなさそう、それを。え？どういうこと？シロヌ。シロヌ？シロヌ？知ってるけど、多分分解して合体さし、それでピンとこないと思うよ。見たらピンとくると思うんだけど。え？分解し分解して分解して分担すんだ。分解して合体。分解して合体。分解して合体？合体。茶色。ええー、悔しい、わかんない。漢字を？黄色。もう無理。無理です。高三？高三。多分しーちゃんと私無理かも。正解は黒い犬でした。理由は意を抜くと黒と犬で黙るっていう感じになります。ね、知ってるし。え、知ってた？知ってるけど、ああ、漢字をね。これ意地悪だよね。意地悪。意地悪だよね。いやでも謎謎ってそういうことね。うん、そういうことね。そういうことです。え、これ分かった人いる？でもタッキーはめっちゃ早かった。あ、早かったね。うちがもう黙るって言ったからもう。うん、それでも。そうね。それでそうだったでしょ。漢字か。素晴らしい。え、でも出てこなかったでしょ、絶対。無理だった。ねえ。お豆分かってるもんね、私が。何がダメか。無理そうなやつ分かる。はい、あ、じゃあ音お願いします。音お願いします。え、いるんだから。はい、あ、うちにやらして。はいはい、これ、星がある人初めて見た。え、何それ。何それ太鼓、太鼓の音。何それリオチのおならでしょ、今の。違うよ。ほんまに。おならじゃあ、行くよ、行くよ、しーちゃん。教会はい。はい、しーちゃんの授業。クエスチョン。リンゴと。みかんと桃をトラックの荷台に積んで走っている。このトラックが急カーブで落としたものは？字下手くそすぎない？かわいいし。しーちゃん意外な字だから、ね、急カーブした時に落としたもの。リンゴとみかんと桃をトラックの荷台に積んで走っている。このトラックが急カーブで落としたものは？急カーブ、急カーブ、急カーン。え、ちょっと待って、どういうこと？え、リンゴとみかんと桃。分かった？リンゴとみかんと桃のうちの1個どれかが落ちたってこと？え、どれか1つ。え、ちょっとこっち見せてくんない？リンゴのトラックの水が積んで走って、だからこの3つのうちで誰が落ちたか、どれが落ちたかってこと？全然答えてくれないんだけど。それは分からないよ。あ、分かった分かった、全然答えてくれないんだけど。それは分からないよってこと。はいはいはい。あ、じゃあ分かった、じゃあ分かった。
あ、違います。はいはいはい、今全部って言いました。はいはいはい、ちょっとちょっと、全部続けなんだけど。分かった分かった分かった。なんだろう、なんでリンゴとみかんと、なお、あ、全然違った。なんバナナって言ってる。いや、ないよ。それは私。え、だから ないやつでもいいのかなと思って。ピーチ姫、ピーチ姫がバナナを取ったのかなと思って。ねえ、そうですよね。ほら、ケミさんだけ笑ってる。すごい、わかった。へぇー、わかったんですけど。なんで正解。すごーい、よかった。なんでわかったの。マジで。お豆のヒントでわかった。あ、違う、バナナってこと。バナナじゃない。じゃあ、お豆のヒントでわかった。ヒント何言いました。ピーチ姫は。なんて言ったの。それじゃなくてもいいんでしょって。あ、それじゃなくてもって、ね、これ以外でもいいんでしょってね。これ以外かもしれないです。これ以外。すごいね、頭いいかも。すごい。あ、結構わかってる人いるよ。はい。なに結構出て、大きく出て、大きく出て、やはずいわ、大きく出て、早く大きく出て。事故を起こしてるかなと思って。落としてる。起こしてるじゃなくて、落としてる。普通に言われてるやん。普通に間違い正されてるやん。ヒントヒント。分かった人いる。ヒントはもう、すごい、みんな頭柔らかい。これヒントはもうこれ以外よね。これ以外。もうこれ関係ない。果物関係ない。正直、あの犬のやつより全然簡単なんだけど。マジで。もっとトラックじゃなくてもいいんだよ。あ、分かった。これは結構分かったら、あーってなる。なる。これ、一番なんか犬よりなるよね。謎謎だった。謎謎めちゃ謎謎だったこれ。超謎謎。まだだ。もう関係ないから、これさすが教習所。頭を柔らかく。確かに頭柔らかく。トラックの荷台に積んで走っと、これを、自分が運転してると思って。で、急カーブ。急カーブです。何落とす。あ、分かった。正解。わかるって、絶対わかるって。わかるとは。あ、リオチは落とす。急カーブするときに何に気をつけんの。どうするの。リオチは落とさないかもしれないけどね。リオチは落とさないかもしれない。カーブするときに、ちょちょ、カーブしたとき、まず対向車線が危ないじゃん。だからどうする、だからどうするの。避ける避ける避けるじゃん。避けるって。どうやって。落としてないな。落としてないな、この人。ねえ。速度。正解。もう。いや、難しいよ。これでも一番謎謎っぽくない。っぽいね。いや、でもね、これのせいだよ、多分。これマジ教習所。これマジ教習所、こんな問題だ。そうそうそう、こういう感じ。関係ないこと出してくるから。謎謎謎出てくる。それで、もううち、もう事故起こしたのかなと思ってきたもんね。もうだんだんこれ見てたら。いや、お前は部品かなんか落ちたのかと思って。そうだよね、事故っちゃうじゃんと思って。なんだ。いや、いい問題だった、いい問題。ちょっとこれ難しいと思うんですよね。じゃあ次、リンちゃんのやつ。リンちゃん、リンリンね。難しいのはちょっと一番いい効果を。とっておきのやつやらしてあげるよ。やらしてあげるよ。流されて。じゃん。飛行機、船、車のうち就職活動のため遠出をする A 君はどの交通手段を使ったでしょう。飛行機、船、車のうち就職活動のため遠出をする A 君はどの交通手段を使ったでしょう。なんで就職活動で遠出するの。どういうこと。さあ、この中にあるってことよね、答えが。そうですね。だってどれかって言ってもね。どれかです。そうだよね。これ結構難しかったと思う。就職っていう言葉にあれがあるの。就職活動のため遠出をする A 君はどの交通手段を使う。これ A 君じゃないっていうパターンもあるってこと。疑いすぎやろ。どこにヒントがあるか分かんないからね。A 君が大事なのか。まあ別に自分でもいいですよ、これ。ああ、そうなんだ。A 君じゃなくて B 君でもいいです。全然電車なんだけど。ああ、カルベが。早い。何ですか。めっちゃ笑ってる。違います。何つったの。近いでしょ。全然違います。嘘。
船なんとか船、うん、なんかうちの知らない言葉でなんか就職なんとか船っていう言葉があるのかなと思って、あ、就職用語みたいな感じ、そうそうそう、なんか落ちませんみたいな、ワーキングホリデー、そう、なんかそう落ちませんみたいな言葉があるのかな、ワーキングホリデーではないやろ、ワーキングホリデーではない、ちょっと違いますね、むずいな、え、あ、え、うち今答え言っちゃったもしかして、言ってました今、言ってた今言ってました、船なんでワーキングホリデーでしょ違うか、それみんな聞いてたけど何言ってんの、英語、日本、英語分かった分かった英語なの、英語はちょっと勘弁してよ、なんで船って英語で何が、船ってなんて言うの、何シップ、どこにシップの場所にだよ、飛行機飛んでいくって言われたんですけどそれ当たり前です、リオチさもうさ別に耳打ちしなくていいから一回その場で言ってもいい、一回その場で言ってよ、なんだろう、ヒントは、ヒントちょうだい、ヒントちょうだい、就職活動と交通手段ですね、就職活動交通手段でこの飛んでいくでもちょっとヒントじゃないけどそういう感じです、飛んでいく、これ空飛ぶじゃないですか、うえーい、これ、あ、分かった、マジで分かった、マジで、なんで違うんかよ、ほらって言ってる、ほらって言ってる、全部交通手段なんですよ、そう車って言われたんですけど、車もね、船も飛行機も全部交通手段なんですよ、そうなの、これ分かった人いる、いない、全然分からへんけど、ヒントが難しいな、交通手段なんで、就職活動って、まあ、あれですよね、リクルート活動ってことですよね、あ、カタカナにしてきた、何リクルートか、リクルート、エアプレイン、ボート、カー、立つ必要ないけど立っちゃったリクルート活動なんですよね、何ですか、そうです、正解、すごい全然分からへん、そう、リクルート活動、リクルートですよね、あ、リクルート、全然、それリクルートそれ就職活動してなくても分かる、そうですね、分かります、今みんなあーって顔してる、リクルートスーツリクルート活動、スーツ、やっと分かった、ずっと言ってたよね、はい、あっ何ですか、そうです、あ、分かった、全然分からへん、イエイイエイイエイ、何ですか、陸だから、正解、あそう、あ、全然分からへん、でも分かってもピンとこない、リクルートあっさーって感じあっさーって感じリクルートって言ったら分かりますか、ああ、そうか、あれ答えた、あ、そういうことか、答えてから分かった、あ、そういうこと、リクルート車、あ、道、ルートなの、ごめん、その道を、理由はなんか、その道って言っちゃった、いや、シートル、いや、ここですか、いや、盗み聞きのレベルじゃない音量で言ってたよね、今、え、みんな分かったかな、結構分かった人が多い、あ、でもそんなでもピンとこない、多いもん、なんか、あ、そうなんだって、2個だよね、言葉が2個、うん、そう、正解は、車です、うん、リクルート活動で車だけ陸の手段なんですよ、うん、陸のルート、うん、手段だから、はいはいはい、陸の交通手段だから車です、はい、ペパペパこれちょっと難しかったですよね、これちょっとなんかちょっと違う目線からのやつだったね、そうですね、なんかさ、その言葉をさ、変換するみたいなずるいよね、うん、そうですうちは日本人だからさ、っていうさ、車で陸ってことですもんね、うん、難しかった、いや、面白い、これは大人でも面白い謎なんだろうね、上目遣いがほっぺんと陸海空、陸海空、そうだから交通手段だから、そう陸のかなと思った、あ、すごい分かってる人もいる、まこちゃん分かってるじゃん、そう、陸海空の、いや、面白かった、でもやっぱクイズ番組とか見てる人とかさ、そういうなんかひらめきやすそうじゃない、うん、分かりやすそう、
この間の高校生クイズもこんな感じだった。だってさ、ですがの前からさ答える人いるじゃん。あ、いるいる。もうこれが来たらこれってなってるの。すごいよね。確かに。なんかこの前さ、さまさまでさ、あ、知ってる？あのサマーズさんの番組で、ですがの回数のあれを引いて、三って出たらですがが3回来る先の答えなきゃいけないみたいな。無理無理。面白い。めっちゃむずそう。難しい、ね、これは難しいよ。ですが最後めっちゃ違うとこ行くの全然違う問題になっちゃ う, で, う, う、ね、でも面白かったね。面白かっ た, かった。じゃあ以上、以上りんちゃんのコーナーでした。コメントはもう結構さっき拾ったか。うん、大丈夫ですね。みんな分かってた。みんな、ね、結構分かってた、うん、まあそんなわけで ね、 もう一個ちょっと、まあ、みんなで相談しながら決めたやつなんですけど、はい、まあ、ちょっと私がねちょっとね、もう私たち卒業するじゃないですか、あと2ヶ月。そうだから、はい、多分地方のクリアーズファンの方もこの番組を見てるんじゃないかと思って、うん、なるほど。で前熊本行った時になんか熊本クリアーズの子が見てくれてるとか、そうね、うん、聞きましたよね。貸していただいたので、うちらがあの、そう、ね、せっかくだから、うん、あのなんかちょっといい感じ風にあの涙を描いてきたんですよ。いい感じ風にって涙をこう涙くじを描いてきて、みんなでこの涙の辿ったところのチームになんか遺言遺言なんかメッセージメッセージあの頑張れよっていう、いや、ちなみに言葉をここの3チームには横浜大阪とかどうだからあのあの当たったらなんか目を閉じたらなんか踊ってる姿が見えるよみたいな、そういう感じでも卒業したそういう感じでもいいんですよ。そういうそういう感じでいいんですよ、ね、あのまあちょっとなんか思い出とか、あ、札幌ないね。あ、でも札幌でももうないないから、ね、ないのよ。横浜は今ああの探してんの、あのメンバーがいないだけ、メンバーがいないだけなの。なくなったのが向こう九州の違いで、そうそう、札幌はなくなったの。そう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 、だからこれ当たっちゃったらメンバー言う相手いないのにそうね。でも多分だから来月に結成とかなるかもしれないから横浜は。そうだね、そう、まあ、ありえ、ね、再結成みたいになるから。じゃあそうだからあんまここら辺なんか言うのちょっと嫌だなと思っても、アミダだからどんどんこっちに行かされる可能性もあるからね。嫌だなって何なんかちょっと難しいよ、ね、あんまりいいコメントできないなみたいな、ね、人いないからね、いないから言いにくいね、思い出すメンバーがいないからね、はい、じゃあちょっとどこ行きますか皆さん、せーので指差します、あ、でも見ない方がいいか。じゃあみんなでせーので、あ、一回ちょっとこう追いますか。あ、おろっておろっ、こっちにおっていいか、半分で折ればいいね、この文字の、あ、はい、これどこ行きます、どこでもいいんだけど、どこでもいいやろ、うん、せーのでいきましょう、うん、せーの、え、あ、みんなずれた、じゃあ、あ、ちょっとさ、これさ、書いてくれ私このくるくるがやりたくて、え、うちこのハートやりたくて、え、待ってハートできないんだけどハートしようできるそれちょっとハートしようと思ったら、あ、見たくてそういうとこあるから一回、うん、どれ、そっち、これこれ、私ほら見て、あ、ほんとだじゃあ懐かしいね、なんか咳決めとかこういうのでやったよね。そうそうそう、小学校の時にやったな。じゃあじゃん、じゃあまずしーちゃんからいきたいと思います。はい、超嬉しいって言ってる、超嬉しい、あー、あー、やったナイスコーナーって、イエーイ、じゃあいきますね、イエーイ、しーちゃんなんか歌うなんか。じゃんちゃかちゃか。じゃんじゃんちゃかちゃかじゃんじゃんちゃか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 ちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかちゃん。ああ、スマイル。ああ、いいやん。しーちゃんスマイル。近いしね。おお、嬉しそう。じゃあ。嬉しそうな顔してた。りんちゃんいきます。しみるな。ゴー。チャンチャカチャカチャンチャカチャカチャンチャンチャカ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 チャンチャカチャカチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカチャカチャカチャンチャカ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 チャ出身、できるさ、すごいんだけど、ねえ、すごいね、すごい、行きます、超すごいね、すごい、チャンチャカチャカチャンチャンチャカ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 
うん、いいとか悪いとか評価しない。いやいや、これやっぱさ、そういないとこにはさ、まあ、困るじゃん。大阪もいないけど、いないけどさ。じゃあ、カルフいきます。ハートできるじゃん。やったね。いきます。じゃん、チャカチャカチャンチャンチャカチャカチャカチャンチャンチャカ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 チャンチャカチャカチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカ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 すごいね、ちょうどいい感じですね。いい感じ、うん、じゃあちょっと行っていきましょうか。じゃあ、うん、行きましょうか。じゃあ真ん中のリオンちゃん。そうですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。ちょっと一回時間ください、ね。まあ、でもなんやかんやリオチはもう7年8年、ね、やってるわけじゃないですか。おびっくりした。すあの咳込みがなんかびっくりした。8年間のね、そうそうですね、やっぱ伝えたいことあるんじゃないですか、後輩に。いろいろ。じゃあちょっと熊本ですね、振ってもらっていいですか。じゃあ熊本だよね。熊本もう大丈夫。じゃあリオチから熊本クリアーズへの、大丈夫ですかね。大丈夫ですか。はい、ずっと真ん中です。じゃあいきますか。おー本格的やん。じゃあリオチから熊本クリアーズへの最後の遺言。音待ちです。遺言残せず。すごいスポットライトだけ浴びてるね。少々お待ちください。すごいライトが。あ、いい。ちょっと悲しい最後だからね。熊本クリアーズのみんな、知っての通り私がクリアーズを作った総班長の澤部リオンです。当時は坂本リオンだったかな。当時はあのみんなみたいな若さぐらいでクリアーズを始めて、気づいたら全国に後輩ができてて、熊本クリアーズもこの先長く続けていったらたくさん後輩ができると思います。その時は先輩らしくご飯はおごってあげてください。きっとそういう子ってついてくると思います。ねえそれで、後輩が熊本に来たら馬刺しをもてなしてあげてください。食べ物の話になってる。私が好きなのは一文字ぐるぐるでした。そうね。そうですね。じゃあ、これからもクリアーズ活動続けてほしいと思うし、この間見に行った時は本当に最高のパフォーマンスで、これで安心して卒業できるなと思いました。最後まで頑張ってください。リオンでした。バイバイ、頑張ってね。どうですか。いいじゃないですか、うん、ちょっと音入るとさ気持ち入る ね、 ちょっとね。そうね。でも食べ物の話しかしてなかったけどね。いやでも半分ぐらいは食べ物の話、うん、いやでもまあ、うん、あの、まあ、先輩らしくしろっていうことを伝えたかったの、うん、ご飯おごれってこと。そう、飯おごれってこと。結局さ自分の情報入れてくるよね。なんか一文字ぐるぐるが好きなんでしょ。一文字ぐるぐるの情報全くいらんかったからね。好きなんだよ一文字ぐるぐる。美味しい、ね、食べてた。おかわりしてたね。そうそう、何回も何回も何回もよ、うん。じゃあ次しーちゃん行きましょうか。じゃあ、はい、これ席替えをスポットライトちゃんと浴びるよ。リアスとかおるんかな。ね、見てくれてる、ね、見てたら ね。じゃあでもこれ映像として残るから、はい、遺言がね。遺言死んじゃってんだよね。じゃあしーちゃんはね、はい、スマイルです。はい、スマイルちゃんです。じゃあしーちゃんのスマイルへのメッセージどうぞ。はい、スマイルちゃんはデビューする前からなんか音が聞こえた。ダンスレッスンを、見てあげていまして、すっごい気になる。どうしよう。気になるね。さっきからそこだから大丈夫だよ。はい、ダンスもね、お掃除しましょう、クリーンラブもしーちゃんが最初から振りを移してダンスレッスン見てあげて、いっぱい怒鳴り散らしてケツ叩いて、やった思い出があります。エリちゃんが、うちの母が作ってくれた髪飾りとかもスマイルちゃん持ってたりして、すごい親子で応援してます、ずっと。で、今私たちが、うん、違うな、私たち
泣いてるの？泣いてないんだけど。なんで笑ってんの？今の、うん、環境を当たり前と思わず、私たちが作ってきた東京クリアーズという名前を自信を持って引き継いでほしいと思っています。今私たちを応援してくれてる方がスマイルの現場に応援に行ってくれることもあると思います。ファンのみんなに感謝して、作ってくれたリオチに感謝して、これからも活動を頑張ってください。しーちゃんでした。なんで笑ってたの？え？なんか笑ってたの？中途半端に真面目なこと言い始めちゃってどうしようと思ったえ、でもその言葉選んでるなって思って笑えちゃって、ヒヤヒヤしてたの。そうそうそう、なんかちょっとあのまずい言葉が出てこないんだけど、出てこないです、出てこないですよ。いやでもよかった、良かったですよ、良かったですよ、悪い言葉も出ず、うんうん、悪い言葉は出ないです。はい、じゃあ続いて全米が泣いたの。全米が泣いた。ちょっと緊張しますね。緊張する、緊張するよ、緊張するよ、これ緊張するよ、これ。でもこれいいコーナーだったじゃん、いいね、なんかね、うん、じゃあ次りんちゃんは、はい、名古屋ですね。名古屋です。ルカリンが昨日卒業しましたから。そうですね、そうだよ。ルカリンにメッセージですか、これは。名古屋クリアーズ。いや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 、名古屋でしょ。残ってるメンバーへ、残ってるメンバーへ、はい、すいません、すいません。じゃあそれではりん、名古屋クリアーズにりんからのメッセージどうぞ。東京クリアーズの朝比奈凛です。名古屋クリアーズは私が入るだいぶ前からあって、今の班長のリホジュちゃんとか、うん、トークリは全然メンバーの入れ替わりがあんまりなかったから、名古屋クリアーズを見てると入れ替わりがすごくって、本当に本当に大変だっただろうなって思います。なんかこれ難しいですね。難しいよね。うん、あと名古屋クリアーズはあの一番名古屋にたくさん、うん、一番たくさん行った遠征先が名古屋だったので、他のクリアーズの中でも一番ちょっと個人的にたくさんの時間を過ごして思い入れがあるなって。名古屋には大好きな飲み屋があるっていう。そうです、私は思います。大好きな飲み屋があるっていう。名古屋にはガラシャっていう大好きなショーパブもあってニューハーフのお店、ニューハーフのお店なんですけど、もう本当に素晴らしいんですよ、そのお店が。そう、ね、でもしかしたら名古屋クリアーズの子たちはまだ未成年だから、うん、ガラシャに行ったことがないかもしれない。ないやろ、うちらだけだよ。ガラシャのニューハーフの人たち本当に綺麗で、名古屋クリアーズでガラシャのことめっちゃ語るやん。歴史的に名古屋クリアーズのことで、ショーもすごいこだわってるんですよね。見たよ、宣伝見たけど、うん、もう映像もこだわってるしショーもこだわってるし、だからみんな卒業する前に一回絶対ヨシキさんに連れてって行ってもらった方がいいなって思います。リンは卒業してもガラシャに行きたいと思うので一緒に行きましょう。ありがとうございました。よかった、よかったですか、うん、ねえ、お気に入り、あんただけやらよかったよ。いや、言ってほしかったよ。やっぱガラシャ、ほんとすごい、うん、いいんですよ。すごいの、ほんとに、あれを言って参考になったもんね。クリアトークンワンマンライブとか、うん、まあ、エンターテイメントですからね。そう、エンターテイメントとかすごかったから、うん、絶対行ったほうがいい。絶対行ったほうがいいよ。何の話なの。だから最後に言いたいことはガラシャに行ったほうがいい。もったいない、せっかく名古屋にいるから。そうそう、ほんとで、うちだったらほんと毎週連れてもらったの、ヨシキさんにね。でももうなくなったんじゃなかった。言ってたよね。あ、営業停止してる。営業停止してんの、なんで。バレちゃったんじゃない。え、出てるよ。それはもうバレたって言ったでしょ、最初から。それはもう。じゃ続いていきましょうか。はい、はい、バレちゃう、はい、ガラシャの宣伝で終わっちゃいましたね。嫌やな、この後。じゃあお豆は大阪だよね。大阪です、ね、大阪です。じゃあそれでは準備はよろしいでしょうか。じゃあ大阪クリアーズへお豆がコメントを残します。どうぞ。お豆です。大阪クリアーズのみんな、
まあ、みんなって言ってももう今ね活動停止しておりますけども誰に向けて、大阪クリアーズができて、初めて大阪に行った時、お豆一人で行ったんですが、すごく大阪でライブをしたかったので、大阪クリアーズがいてくれて本当に、お豆は感謝しています。地元の友達や両親が、お豆のライブを見てくれるのはあんまりやっぱり東京に来ないと見れないので、自分が活躍している姿をやっぱり、地元で見てもらえるのはすごく嬉しかったです。今の初代の大阪のクリアーズのメンバーは今はもういないですけども、すごくお豆お豆って、よく慕ってくれて、帰ると地元の皆さんもファンの皆さんも帰りって言って、みんな心よくというか温かくいつも待ってくれてるのがすごく伝わりました。帰る場所があるっていうのはすごく本当にありがたいことなので、大阪でねこれからもお仕事ができるように頑張るので、高島さん、大阪の運営さん、どうか早く大阪クリアーズをクリザーズを大阪クリザーズを活動させてください。ありがとうございました。よかったね、大阪。いや大阪はね本当に、ね、ありがたいのよ。い本当にありがたい、うん、できるんすみたいな。本当にありがたいわ。見てたっしょ。見てないな。だってこれおもめがね縦線引いて、リオちゃんが 横の線引いたもんね。でうちはこのギザギザをやりたかったの本当は。一回こうやって降りてきたのに、あまた上がっちゃったよってやりたかったのに、うん、全然この降りてこず。最悪だよ。うん、じゃあ行きますか。はい。まあ大阪クリアーズ本当にもう感謝しかないから。ね、ありがとうございます。どうしようどうしよう。どうしよう。結構真面目すぎるみんな。うん、真面目なことしか出てこなかった ね、ちょっと。じゃあ行きます。それでは、カルベから仙台クリアーズにメッセージです。どうぞ。仙台クリアーズのみんな、聞こえてますか？私は今日も元気に東京でやってます。いつもインスタグラムのストーリーとか本当に可愛くて癒されてます。で最後の仙台の遠征行った時も、まだ中学1年生とかほんとちっちゃいのにプロだなって思わされました。ステージも本当にキラキラして完璧で、なんか人を笑顔にさせるパフォーマンスするし、普段無邪気で可愛いし、これからもそういういいとこを伸ばして、まだまだ若いから人のいいとこをたくさん見て吸収できるような人になってほしいなって思います。その時に仙台の遠征行った時にブドウをくれて、たくさんいただいたんで、こうどうぞとか言って言われたけど、私なんかなんか水の位置が分かんなくて、どこで洗えばいいんだろうって言ったら、私が洗いましょうかって言って2人が洗ってくれて、24歳ぐらいになっても子供にブドウを洗わせるような大人にならないでほしいなと思います。これからもたくさんの人を笑顔にしてキラキラとした人でいてください。頑張ってください。バイバイ。さ全員の意見が終わりましたけれども、そうですね、どうでしたこの企画は。この企画良かったですよね。良かったです。どうでした。いい、ね、なんかその終わりがちょっと感じられるね。そうだ ね、 そうだね、自分たちのなかなかさチームにさ言えることってないじゃん、うん、私正直まだその残り2ヶ月であんまりまだ実感がないんですよ。終わるって分かってるんですけど、でもそのなんかこれが最後やとかみたいなのが多分地方公演でちょっと感じたよね。だからそうだね、地方 の、 ラストツアーで、あこれ来るの最後なんやって感じたけど、やっぱまださ最後っていうか ないから、なんかこういうちょっとあ最後感みたいな ね、 うん、そうだね。もう5人でガラシャ行けないですかね。行けないんじゃない。だからもうプライベートで行くしかない。行きましょう。プライベートでね、プライベートで名古屋行くしかない。よしきさんにね、そうですね、お願いって言って、そうね、しかないですね。まあそんな感じで、はい、本当に全国のクリアーズに本当言いたかったんですけども、ちょっとまあ時間の都合もあり、
まあ、一応企画上になりますのでこのコメントになりますが本当に皆さんあと皆さんとかみんなクリーズのメンバー、はい、みんな、ファンの人たちに感謝の気持ちを忘れず引き続き活動頑張ってください。頑張ってください。はい、以上、トークリーメッセージ残そうのコーナーでした。イエーイ。でちょっと時間あるんで、はい、ちょっとそうですね、軽くお話ししていきましょうか。軽くお話ししましょうか。何でも何でもいい。何でもいいよ。でちょっと私あるんだけど、うんうん、なんかさあの法律を法律を一つ変えられるとしたら、うん、変えたい法律とかある？みんな。なんだろう。年金って、まあ、お金の話や。なんかめっちゃ払ってって言ってくるじゃん、うん、そうね。払えないよって一回言ったのね、うん、なんで払えないよって言ったの。なんでお金ないから、うん、そんな払えるやろ。え、今は払え、今は払えるけど、あ、その時ね、ま、その時は払える時、ね、まだお金もなかったし今もないですけど、あの払えないよって教えてあげたの、うん、教えてあげたの、うん、返してって、あの手はがきを返してくれたら免除になりますと。あ、めっちゃ上からの、ね、教えてあげたんだ。私払えないよ、払えないよって、うん、なのにめっちゃくんのね、うん、でもちょっと減ったの金額が、うん、諦め始めてるってこと。そうだから関係ない、諦めて金額少なくならない。そうで、それで払ったんだけど、うんうん、でもさ、ずっと払い続けてるじゃん、うん、そのなんかよくさ、周りに言われるのはさ、私たちがその老いた時に、うん、もらえないんじゃないのって、ね、っていう言われてるね、言われて、うん、で、これリンは多分私の気持ち分かるんじゃないかな。やっぱあの子供とお年寄りが嫌いだから、そうだからリンは本当にね、そうだからちょっとちょっとなんかマナーが悪いそういう人がいると、ご年配の方がいると年金払ってんですけどみたいな、ちょっと思っちゃうとこがあるのよ。これってちょっと分かってるやん。分かるでしょ。分かんないですけど、でも結局年金って自己投資ってことだよね。自分に返って、自分に返って、その人たちも自分が払ったからもらえるよ、ね、うん、そういうことだね。払ってない人ももらえる、悪い人は。え、年金って昔からあるの？あるでしょ。ずっとみんながやってきてることなんじゃないの？でも お前お母さんにその今のお年寄りの方のために払いって言われた。そうね、今はあんたがもらわれんかもしれへんけどみたいな、うん、まあそうなったからね。そうそう、今の人たちのあれにする、うん、もうそう、まあ、そうやって腑に落とせばって。でも年配の方がいなかったら私たち こういう風にしてられないからね、多分、うん、でももらえなくなるなんてないよね、きっと。分かんないよね、そればっかりはね。どうにかなりそうじゃない？うん、何、それが変えたいってこと？法律を変えたい、年金制度を変えたい。年金制度を変えたい。自分でお金貯めればよくない？だから年金と別に貯めてくださいって感じなんじゃん、それは。最初から自分で貯めてっていうスタイルってなんで言ってくれなかったの？国にお金が入るからですよね、うん、入って払った分それをその時の国のお金に使うから。誰が安倍さんが使ってるのか。安倍さんが使ってるわけではないと思う。よ、うん、安倍さんだけではないです、うん、なるほど。画面消えちゃった。あれ、あら、あら、人も消えちゃった。あ、バッテリーなんか画面が消えちゃったらしいです。あ、オッケーって押してる。じゃあさ、お金の話になっちゃったんだけどさ、うん、愛とお金どっちが大事？究極の質問。究極だね。究極だね、うん、いや、愛って言いたいところだけど、うん、マジそれだけじゃやっていかれへんのはやっぱ生きてきて分かったから、うん、やっぱお金がないとできないこともいっぱいあるし、うん、愛だけじゃ多分無理なこともいっぱいある、うん、でも愛がないとさ、頑張れなくない？頑張れないよ。でもその病気の子とかさ、もし助けるって愛だけじゃ助けれないよ。絶対お金ないと無理や。だってキスしても治せないもん。ディズニー目覚める。え、わかんなくない？え、でも私は愛です。で、自分の子供がそんなになってさ、お金なくて助けられへんってなったってたら、やっぱお金 あればよかったって思うでしょ。でも愛があるからお金を埋めるんじゃない？そう、あ、そう、ね、うん、でお金どっちかでしょ。愛がないと子供生まれないですよね。愛がなくても子供は生まれる。それは生まれる。やっぱいやお豆だってそれはこっちやって、ずっと絶対にこっち、もう 100% これやったけど、やっぱりそれだけじゃダメなこともあるのよ、やっぱり。え、ちなみに愛派の人。いや、愛派やで、愛派やけど。愛派だ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 けど。
例えば、そうやってさ、まあ、ファンのね、こうやって来てくれてる皆さんも、うん、まあ、それ愛があるから来てくれる。そう、愛があるだけど、お金ないとアマチみたいにこうやってやってるだけなんじゃんよ。個人名。それは、だからあれは愛じゃん。あれは愛。そう、待って待って待って、でもアマチは愛があるから外にいるのずっと。お金はなくても。だからあれが愛じゃん。そうだけど見れないよ。そうだ、選抜入るときにアマチじゃ無理だよでも。それはでもそうじゃん。そう、いや現実問題、やっぱりそんななんかそんなね甘いことをやっぱ言ってられないわけよ。でも愛がないとみんな来てくれないの。もちろんそうよ、もちろんそう。お金があってもみんなに愛がなかったら今ここにいない。だからそれだけじゃダメってこと。お金だけでもダメだし、でも愛だけで。今質問それちょっとむずい、むずいわ。新しいこと考えよう。愛とお金。あともう一つ何が必要だっていう。あ、どっちも愛とお金と。どっちもって、あともう一個何？え？もういらなくない何も。何もいらない。え、愛とお金があればもう十分じゃん。食べ物。あ、食べ物だね。ほらほら。睡眠。時間。あ、睡眠ね。あ、余裕。え、時間。分かった、時間。余裕は全部持ってたらもう余裕が出てくるでしょ。お金持ってたら忙しいかもしれないじゃん。時間ですね。そう、時間が。あ、時間か。お金使う時間ない人もいるからね。あとさ、スケジュールを組んでくれるマネージャーとかじゃない。マネージャー。車の送り迎えとか。でも、出勤したあのお坊さんが言ってたけど、睡眠がマジで一番きついって言ってた。空腹より。食べないより寝ないってことが一番辛いって言ってた。その修行の中で。だからやっぱ睡眠が大事なの、やっぱり。え、そういうのも入ってくるんだ、この必要なものに。その大事なの。生きていく中で、生きていく上で必要なことってことでしょ。確かに。じゃあ食べ物なかったらどうするの。お金があるから買えばいいのか。そうだよね。でもこれでどうにかは賄えるじゃん。だこれで買えないものはでも愛じゃん、やっぱり。お金では買えないでしょ、ね、気持ちは。じゃあ一回もう一回振り出し戻ってみよう。やっぱ愛とお金、やっぱ結局ぶっちゃけもうどっちか一個しか無理。いや、どっちかでしょ、うん、え、一生それ。もう一生それ、うん。うちはお金。だってよ。じゃあ、多数決しよう。どっちかよ、どっちか。もう。お腹すくよ、愛だけじゃ。ほんとに。チューしてもお腹すいちゃうんだから。愛からいこうか。はい。じゃあ、愛だと思う人。あれ？いや、どっちかよ。もう、究極、マジどっちかしか無理やったら。急にこうやって変えてきたんだよ。いや、もともとは、こっちだから。ちょっと待って、もともとこっちだから。急にアイドル何？もともとこっちだから。いや、お豆は、お豆だって、リオチのファンの人にも言われたもん。俺、貧乏でも、ついてきてくれそうみたいな。楽しんで。だからお豆、多分、結局は多分お金なくても、やっていけるわ。いや、うちもお金なくても楽しい。無理じゃん。無理じゃん。絶対無理やん。大丈夫。作ってくるから、それは。無理だって。でもお金派なんですよね。そうでしょ。二人。なんかちょっとさ、なんかお豆があえて言ってビビってるし。なんかね、急に。いや、わかる。お金は絶対必要やけど、その、どっちかしかもう無理。この先一生どっちかしか、無理やって言われたらやっぱ愛が欲しいよ、やっぱり。なんか心貧しい方が無理。うん。じゃあ死んじゃうね、もうお金ないから。死んじゃう。うちはお金あるから生きる。振り切った。うちはあげないからね、愛がないから。わあ、怖い。怖いよ。うちら一緒にいろいろ食べようね。頑張ろう。シャンパンの。うちら一緒に食べよう。でもその食事つまんなそうだよね。つまんない。愛がないからね。お金しかないもんね、その。でも死んでるよ、その時も。いや、多分愛がある人が助けてくれるのよ、やっぱり。ないんだよ、お金ないから。うちらお金はないから。助けてあげられないのよ。そう、助けてあげれないんだよ。いや、わかる。それもわかる。で、さっきのさ、子供のやつは、じゃあ何だったの？いやだから、そういう気持ちよ。そういう気持ちだけど、どっちかしか無理ってなったら、やっぱ愛がずっとないのは無理。あれ喋りすぎてるやん。ちょっと待って。告知していい？うちのこのさ、お金の話を終わるのってどうなんだよ。すごい悪い番組じゃん。悪い番組じゃない。告知に。ワンマンライブがすごい大事なのは、9月の22日、はい、シーナの生誕、東京クリアーズ最後のワンマンライブです。イェイ！渋谷グラッドです。大事なのは、東京クリアーズ最後の浴衣イベントやります。9月の29日新宿エースです。あとはクライマックスっていう9月の29日土曜日日比谷公園のフェスがあります。浴衣の前にね、フリーライブで、フリーライブです。これ無料です。で東京クリアーズ、あ、ギリギリ東京クリアーズ最後が、あ、ちょ、逆だよ。いや、逆じゃない。逆じゃないじゃん。謎謎だしてんじゃん。10月23日